皆さんこんにちは、ぐっちです。今回はですね、カメラを買う前に知っておくべき5つのことというのをやっていきたいと思います。この動画では、これからカメラを買おうと思って悩んでいる方、初心者に向けて分かりやすく噛み砕いた動画になります。最初にね、一つだけ言っておくと、今回のね動画では、具体的な商品名だったり、メーカー名だったり、このカメラを買えとか、そういうのはお伝えしません。あくまでも、カメラを買う前に知っておくべきことというのをお伝えしていこうと思います。それでは行ってみましょう。じゃあまずね、僕の自己紹介を少しだけ、お伝えしようと思います。写真を仕事にしてから10年ほど経ちます。でね、メインなんですけれども、アパレルの EC サイトの撮影だったり、商品撮影、宣材写真だったり、あと建築写真撮影なんかもやっております。まあ、最近はね、時代の流れがあって動画の撮影もちょっとずつやってたり、あとはライブ配信の撮影だったり、そういうオペレーターだったりっていうのをやっております。じゃあまず1つ目、カメラはものすごくお金がかかるということですね。レンズ沼とかカメラ沼とかって聞いたことありますか？まあそうなんですよ。あのね、聞いたことある方も聞いたことない方もいると思うんですけれども、一度ね、一眼レフとかね、カメラとか買い始めると、どん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 沼にはまっていくんですね。で、一眼レフってもうもちろんね、2、3万円とか5万円ぐらいでもう買えるんですけれども、高いものだともうほんと5万から10万、10万から30万、もう30万以上、もう50万以上するっていうカメラもあるんですよ。で、よくね、勘違いされる方もいると思うんですけれども、一眼レフって本体だけで、10万円とか30万円とかするんですよ。レンズついてない状態でね。で、さらに本体とは別にレンズも買わないといけないんですよ。本体とは別でレンズが売ってて、そのレンズももう10万円とか30万円とかするんですね。なので本体を例えばじゃあ20万円30万円で買いました。でプラスレンズも20万とか30万円ぐらいで買うんですよ。ってなるともう50万とか60万するんですよね、撮影を始めるまでに。趣味程度で、最小限のね、お金で、機材を買うのでももちろんいいですし、もうねがっつりお金をかけて、もう完璧な最新の機材を買うのでもいいと思います。とりあえずね、カメラを始めたいという方はね、まずね、自分が持ってる予算ですね、それを予算から買える範囲のカメラを買えばいいと思います。まあ、もちろんね、お金がそれしかないからね、その分しかカメラ買えないんですけれども、無理してね、高い機材を買わずに、まずは自分が財布から出せるお金から、買えるレベルの機材を買えばいいと思います。でもちろんね、ローンを組んで、最初からね、めちゃめちゃいいカメラを買っちゃってもうもちろん大丈夫です。2年ローンを組んで、カメラを買うのでも全然いいと思います。でね、僕もね、最初はめちゃくちゃ安い、カメラを買ってました。と言ってもね、写真撮るの好きになったのが本当小学生ぐらいなんですよ。で、その時って皆さんも分かる方もいると思うんですけども、ガラケーにカメラがついた時代なんですよね。で、そのガラケーにカメラがついた、そのカメラを使って、日常写真撮ってました。で、あとね、使い捨てフィルムカメラってあるじゃないですか、コンビニとかで売ってるようなやつ、あれを買ってきてパシャパシャ写真撮って、確か27枚か24枚とかだったっけ。で、それを、写真撮ってで、カメラ屋さんに行って現像してっていう風に写真撮ってました。なので写真現像してめっちゃ撮ってたので、すごい量の写真が今でもあります。グッチーチャンネル。はい、じゃあ次はね、2つ目、目的をはっきりさせるということですね。皆さんね、写真に興味を持って、これからカメラを買おうと思っていると思うんですけれども、まずね、目的をはっきりさせた方が、いいと僕は思います。その目的というのが、例えばですね、夜空の星の写真を撮る、お花とか虫とかこう小さいものね、マクロ撮影って言ったりするんですけれども、小さいものを撮りたいとか、例えばじゃあ子どもの運動会を撮るとか、こうスポーツの写真を撮る、例えばそれっていうのはこうスピードが速いってことですね。遠くのもののスピードが速いものを撮りたいのか、もしくは
ストリートスナップ、まあ、スナップ写真ってよく言われますよね。そのスナップ写真を撮りたいのか、まあ、よく結構ねツイッターとかねインスタとか見てるとポートレートっていうのは人物の写真ですね。人物の写真を撮りたいのかとかね、あのたくさん、カメラってあのこう撮るものでレンズとか撮り方とかサイズとかって変わってくるので、まずはねあなたが何が撮りたいのかっていうのを、ちょっと頭でね、イメージしてみるといいと思います。目的をね、はっきりさせろってね言われてもね、その目的がわからないと、もうもちろんそういう方もいると思います。最近ではねあのコンパクトデジタルカメラ、こうね手のひらサイズのこのぐらいのちっちゃいカメラってあるじゃないですか、内ポケットに入るようなカメラ、あれとかでも全然いいと思います。あれもズーム機能がついてて近いところも撮れるし遠いところも撮れると。で、単焦点レンズって言ってズームができないレンズが初めからついてるコンデジもあります、コンパクトデジタルカメラね。でそういうのだと、遠いところを撮りたいなと思った時に撮れないんですよ、ズームできないから。なので、初めからねやっぱりズームがついている、カメラ、コンパクトデジタルカメラだったり一眼レフカメラを買うといいと思います。3つ目、買った後のことも想像するということですね。どんな撮影がしたいかっていうのが、まあ、なんとなくねイメージができたら、未来のこともちょっと想像してみてくださいと言われてもね、あの分かんないとは思うんですけれども、レンズを交換したいって思う場合はミラーレス一眼レフカメラもしくは一眼レフカメラですね、レンズ交換できます。だけどコンパクトデジタルカメラってもうカメラに初めからレンズが、内蔵されている状態なのでレンズが交換できないんですね。なので、カメラが好きになったとしたら、1年後ねカメラが好きになったとしたらその時にレンズ交換ができないカメラを持ってたら、もう今内蔵されているレンズで写真を撮るしかないんですよ。だけど初めから一眼レフとかを買ってしまえば、カメラがねあのハマった時に、自分の好きなレンズに交換できるというメリットがあります。で例えば、常にねあのもう内ポケットに入れておきたい、ちっちゃいバッグに入れておきたいとかっていうもうね持ち運びたいっていう気持ちがあるんだったら、僕のおすすめとしてはもう絶対コンデジを買った方がいいです。コンパクトデジタルカメラですね。ミラーレス一眼レフカメラとか一眼レフカメラっていうのはもう大きいんですよ。カメラプラスレンズがくっついてるんででかいんで、もうね毎日それ首にぶら下げて会社に行けないですよね。遊びに行くときに首にぶら下げらんないし、それをね大事にバッグに持っていくのも落っことしたらもう50万とかするし高い、怖いじゃないですか。なので、小さいコンパクトデジタルカメラはもうポッケに、もうズボンのポッケに入れておけるぐらい、便利なのでコンデジを買った方がいいかなと思います。そっちの方がね あれ撮りたいって言った瞬間にすぐこうポッケから出してカシャと撮ることができるのでめちゃめちゃ便利です。でまあここまでね言われてもねもう未来のことなんて想像できないよ、わかんないよ、これから始めるんだもんって思うと思うので まあね想像できないという方はもうこのね、3つ目っていうのはもう飛ばしちゃって大丈夫です。4つ目、趣味で使うのか仕事で使うのかもうすごく大事な部分になってきます。じゃあ仕事で使うカメラって何かっていうと高画質であったりフルサイズであったり、処理速度が速いとかっていうのが挙げられたりします。もちろん、外部入力端子がついてるとか出力がついてるとか、もうね機能性が豊かな本体カメラっていうのが、すごくね仕事においては大事だったりします。で趣味で使うカメラって何かっていうともうねさっきもちょっと話したんですけれどももうポッケに入れられるとか、ちっちゃくて撮りたいって思った瞬間にすぐ撮れるとか、例えばじゃあお花を撮るマクロ撮影したいっていう時にマクロ機能がついてるカメラっていうのが大事になってきます。例えば趣味で使うカメラって何なのかっていうとさっきもねあの伝えたようにそのあなたが撮りたいって思っているもの撮りたいなと思っているそのイメージしたものがあると思うんですけどももうそれが叶えられるカメラなんですよ。もう全然ね携帯性がいいとか、小さい、すぐ出せるとか例えば、撮ったらすぐスマホに転送してそれを、SNS に上げることができるとかあなたがやりたいなと思っていることが叶えられるカメラを買った方がいいと思います。
例えばね、ポートレートだとすると背景をぼかしたいんですよね。もちろんね、ぼかさないっていう人もいると思うんですけれども、背景をぼかして撮りたいっていう場合だと、もう F 値が低いレンズっていうのを買わないといけないんですね。で、ストリートスナップだとすると、あの街を歩いている中で、あれ撮りたいとか、おこれ撮りたいって思った時にシャッて出してパッて撮るみたいな。で、自分がね設定していた、その設定ブレ感とか露出とかっていうのも設定しておいて、ポッケから出してすぐ撮れるっていう、そのね瞬発性っていうのが、求められる。なのでストリートスナップを撮りたいんだなって思ってるのであれば、それにすごく適したコンデジを買うといいと思います。で、例えばね、星空の写真を撮りたいと思っている方も中にはいると思うんですよ。でもそういう方は、高感度に強いカメラをまず買わなきゃいけないんですよね。で、広角レンズですね。ほんと8ミリとか12ミリとかですかね。もうそういうね、全部星空を全て映し出せるような高感度に強いカメラを買って、広角レンズを買わないといけないんです。で、さっき言ってたように、運動会とか、例えば仕事でスポーツの写真を撮るんだとかね、遠く離れた、ね、息子がサッカーの、ね、試合に出るから写真を撮りたい、遠いところの写真を撮るには望遠レンズがないといけないんですね。望遠レンズがもうね、200ミリのレンズとかね、もっと言うと300ミリのレンズ、400ミリのレンズって言って、もうすごい遠くの方まで撮れるレンズ、望遠のね、こう大きいのあるじゃないですか。そういう大きいレンズを買わないといけないと。野鳥を撮る人も結構いるんですよ。鳥ですね。鳥を撮るのも、もうすっごい遠くに離れた、もう鳥とかも動物もそうなんですけども、すごい遠くに離れた鳥を撮りたいと。近づいたら飛んでいっちゃうじゃないですか。で、その時にも望遠レンズを使わないといけないんで、そういう時にも望遠レンズを買わないといけないです。小さいものを撮る時っていうのも、さっき言ったようにマクロレンズを買わないといけないですね。じゃないと、小さいものにピントが合わないので、マクロレンズを買ってください。次が5つ目ですね。5つ目が、予算を決めるということですね。お金がねあまり出せなくて、低予算で、カメラを買おうとしている方なんですけれども、もう全然ね安く買えます。ほんとね、2万円とか3万円とか5万円ぐらいで、まあ、買えるので、もう少し古いタイプになれば全然一眼レフとか、コンデジとかっていうのも、買えます。買えるんですけれども、やっぱり機能がねちょっと良くなかったりとか、一昔ね前の機能になっちゃうので、できないことがねあるかもしれないんですけれども、一応ね、お金がない人はその自分の予算に合った機材っていうのを購入してみてください。今はね古いカメラでも、例えば昔のオールドレンズを使って、そのねカメラにオールドレンズをつけて撮影するっていうのも全然できます。オートフォーカスじゃなくてマニュアルになっちゃう場合がほとんどなんですけれども、オールドレンズをつければ本当中古のカメラショップで3000円とか5000円とかで、売ってたりするんで、オールドレンズを買えば安く済ませるということもできます。もちろんね中古で、メルカリとかラクマとかね、そういう、フリマサイトでね買って安く抑えるということもできると思います。予算がね潤沢にたくさんある方っていうのはもうね、簡単です。最新機種の一番いい本体とレンズを買っちゃってください。はい。でもうそれ買えばもう何も問題ないです。基本的に困らないです。最新型のカメラレンズを買えば、全てのね新しい機能がついてるんで、基本的には自分がやりたいことっていうのは全部叶うと思います。でもちろんね、さっき言った通りに望遠レンズが欲しい、広角が欲しい、ズームレンズ、マクロが欲しい、単焦点レンズが欲しいとかっていうね、自分の用途があると思うんですけれども、もうコンパクトデジタルカメラだとしても一眼レフカメラだとしても、もうねマックスお金出しちゃえば、自分が一番求めている機材っていうのが買えると思います。グッチーチャンネル。はい、じゃあね、ここまで5つのことを紹介してきたんですけども、皆さん覚えておりますでしょうか。1個目が、カメラはものすごくお金がかかるということですね。で、2個目が目的をはっきりさせるということですね。で、3つ目が買った後のことを想像するということですね。で、4つ目が趣味なのか仕事なのかということですね。で、5つ目が、予算を決めるということですね。そのね5つのことを知っておくといいでしょう。
最後に、写真とはっていうところをね、ほんのちょっとだけ話そうと思います。僕はね、写真を撮って、まあ、趣味でもね、写真を今まで撮ってきたんですけれども、もう写真っていうのはもうね、言ってしまうと、機材ってあんま関係ないんですよね。まあ、実は、例えば外で、写真を撮るという時に、ちょっと想像してほしいんですけれども、夏のすごく晴れた日で、暑くて湿気があってセミが鳴いていて、緑もね、葉っぱもすごく咲いている状態と、もう真夏の状態ですよね。そこでね、例えばあなたがじゃあ海でもいいですし山でもいいですし、いるとします。で、あ、すごい夏っぽい青い空だなと思って写真を撮る。で、その時に撮った写真っていうのは、まあ、あなたのその感情があったから、その季節があったから撮れた写真なんですね。そこにカメラの、性能とかっていうのはあんまり関係、まあ、なくて、もう言ってしまうと iPhone とかスマホでいい写真って、自分がねいいなと思う写真って撮れちゃったりもするんですよね。それって機材がね、高い機材だから撮れたとかっていうわけでもないし、例えば自分の子供の写真をね、子供が公園で遊んでいる時の写真を、カシャッと撮った時のその子供がすごく笑顔で楽しそうに走り回っている時の、なんか幸せそうな写真がすごい良かったりするじゃないですか。で、それって全然写真の性能とか関係なくて、その子どもの笑顔があったからとか、その時がもし夕方だとしたら茶色っぽい光があったから撮れたとか、木漏れ日があったから撮れたとかっていう環境のせいだったり、その撮る時の被写体の表情だったりするんですね。で、そこにカメラの性能とかレンズの性能っていうのは実はそこまで関係なくて、ふと自分がこの瞬間いいなとか、あ、撮りたいなって思った時に撮った写真が自分にとってものすごく思い出に残るような写真になったりするんですね。まあ、好きなねモデルさんがいて、女優さんがいて、グラビアアイドルがいて、まあ、そういう写真集を見て、あ、俺もね、私もね、僕もこういう写真撮りたいなって言って写真集を買って、勉強して実践してるっていう方もいると思うし、例えば通勤の時、遊びに行くときにストリートスナップですね、スナップ写真っていうのをもう街中でパシャパシャと撮っている人もいると思います。もうその時ね、自分が撮りたいなとか、これを残したいなとか、あの人を撮ってみたいなとかっていう気持ちがね、あると思うので、そんな、ね、あなたが撮りたいと思っているその時に撮る写真が、すごくね、残る写真だと思います。っていうのも、何が言いたいかっていうと、いい機材がないと、いいカメラがないと、その写真が撮れないっていうわけではないんですね。あなたが、そのね、写真を撮りたいと思えば、別に今ねポッケに入ってるスマホで写真を撮るんでももちろんいいし、ね、昔使ってた、親が使ってた古いカメラで、フィルムカメラで写真を撮るんでも全然問題ないと思います。僕もね、以前に写真展をやったことがあるんですけれども、その時に、写真展として飾った、展示した写真なんですけれども、実はねスマホで撮った写真も中には入ってました。海で撮った一コマの写真だったんですけれども、それがね全然一眼レフじゃなくてね、カメラを持ってってなかったんで、スマホで撮った写真をもう一番メインのところに、飾ったという経験もあります。あなたがね、思い出に残る写真、残したい写真っていうのは、実はね普段撮っている写真の中から生まれてくることが本当に、あるので、ね、みんなで旅行に行って、みんなで自撮りをした時の集合写真をこうやってね撮った時の写真がめちゃくちゃいい写真で思い出に残るっていうこともあるし、親のねお母さんお父さんの写真を撮ってみたらすごい良かったとか、もちろんねペットの写真を普段から撮ってる人もいると思うんで、もうそれでもねあなたにとってはものすごく思い出に残る写真になると思います。
こんな感じでお伝えしてきたんですけれども、どうですか？当てはまることとか、何か、あ、確かにって思うことってありました？で、これをね、見てから、カメラを買う前に知っておくべきこと、もう心得みたいな感じですよね。心の準備みたいな。で、これをね、知った上で、これから皆さんね、あ、私ってこれに当てはまるから、こういうカメラを買おうとか、コンデジを買おうとか、一眼レフを買おうとか、いやもうね、スマホでいいかもしんないみたいなね、スマホも今はね、すごい高画質なやつありますからね。っていう風に皆さんがね、考えて思っていただいて、これからのね、写真ライフを過ごしていっていただければいいなと思います。今回の動画ではね、具体的にこのメーカーを買ってくださいとか、この機材を買ってくださいとかっていう説明はなかったんですけれども、ね、先ほどお伝えした5つを、ね、心に秘めて、知っておいてもらうだけでも変わってくると思います。今回のね、動画はこれで以上になります。この動画が、いいなと思ってくださいましたら、チャンネル登録とグッドボタンの方をよろしくお願いいたします。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。またねー。